場所はですね、ここは広島県庄原市高野町にある扇谷オートキャンプ場というところですね。前々からちょっと一回行ってみたいキャンプ場ではあったんですが、ここは非常に人気でなかなか予約が取れなかったんでね、来ることができなかったんですが、今回初めてこの雪中という形で、来れたんで非常に満足しております。で、早速ですね、もうこれから雪かきをして設営していきたいと思いますんで、一回ですねカメラを切ろうかと思います。それでは、設営後にお会いしましょう。後ほど。はい、どうも皆さん改めましてこんにちは。設営完了です。で、やっぱりですね、慣れない雪での設営ということもありまして、テントの設営からですね、中の荷物の運搬まで約1時間ちょっとかかりました。ちなみにですね、今の時刻が、14時30分、外気温マイナス 2.0 度です。で、今日なんですがね、年に1回の雪中キャンプということもありまして、ここに、恒例ですが、ここにね、冷やしてるんですけど、いいビールばっかり買ってきたんで、早速ですね、一杯飲みたいなと思います。今日の1本目です。プレミアムモルツの、2018年初仕込み、これをいただきます。それではいただきます。雪中キャンプに乾杯。うまい、最高です。ちなみにですね、このグラス新しく買い替えました。買ったと言ってもね、100均なんですけど、やっぱいいですよね。中が見える方が断然美味しそうなんで、自分はこっちの方が好きですね。うまい。で、今日なんですが、薪ストーブもちろん持ってきてるんですけど、普通にですね、ちょっと焚き火もしたいなと思って焚き火台を持ってきてるんですよ。で、ステーキをね、その焚き火で焼こうかなと思ってたんですが、いかんせん雪が結構降ってるんでね、焚き火で焼くか、幕内でガスで焼くか、ちょっと悩みます。では1本目終わりましたんで2本目に行きたいと思います。2本目はですね、こちらです。朝日の、ビアホール仕立ての黒、これをいただきます。で、焚き火台もね出したんですけど、ステーキはねやっぱり幕内で焼こうと思います。焚き火は観賞用っていうことだけにしたいと思います。うまい、寒いけどやっぱうまいっす、ビールが。というわけなんでちょっとね、焚き火つけていこうと思います。
やっぱりね、火が入ると熱が伝わってこなくても気持ち的にね、暖かくなりますね。で、今日のまあステーキなんですけど、この辺のねブランド牛で火場牛ってやつがあるんですけど、今日はですねそれを、まあ、近くの道の駅で買ってきました。火場牛のサーロインステーキです。これだけで3120円します。かなり無理しました。でもまあいいんです。年に1回なんでね、今日ぐらいは豪華に行きましょう。明日からまた地道にね頑張るんで今日はいいんです。よっしゃ、それでは行きます。火場牛投入です。まあいいお肉なんでね、今日は味付けは黒酢スパイスのみでいきたいと思います。ちょっと切ってみます。よし、完璧です。火場牛のステーキです。いただきます。うん、めっちゃうまい、最高です。あー、うまい、これはうまい。やっぱいいお肉ってこんなに美味しいんですね。衝撃的にうまいです。油がね、なんかしつこくないですね。油が全然しつこくないです。うん、ご飯と酒がめちゃくちゃ進みます。あー、うまい。よし、じゃあビール終了です。というわけで、3本目恵比寿のマイスター、これをいただきます。ですね、ビールが飲みながら凍っていってます。この上の泡の部分なんかね、フローズンビールみたいになってますからね。もう若干このグラスを持つのでもきついっていう。まあただこの火場牛のステーキにはね、やっぱ焼酎よりビールが合うんで飲んでますが、結構辛いですね。もう湯割りにしましょうかね。寒いです。薪ストーブもね、昼間は使うつもりはなかったんですけど、結構耐えれないぐらい寒くなってきてます。ちなみにですね、今外気温マイナス 5.1 度、幕内マイナス 3.1 度です。
はい、ただいまの時刻17時31分、外気温-3.1度、幕内-4.7度です。飛騨牛めちゃくちゃうまかったです。あの3000円する肉ってね、こんなに美味しいんだっていうのは本当まざまざとね見せつけられた気がします。で、さっきですね、まあ、洗い物も終わって幕内の片付けもですねあらかた済んだんで、ちょっと早いんですけどね、もう早速あの夜の宴の準備に入ろうかなと、思います。もう寒いんでね、早く焼酎の湯割りが飲みたいです。もうここら辺ほんともうガチガチですからね、完全に凍りついてますむちゃくちゃ寒いです。というわけなんで、つまみを作ってですね宴の準備に入ります。柄にもなくですね、ちょっとカッコつけた動画を撮ってしまったんで、順を追ってですね一つずつ説明していきたいなと思います。まず今私が食べてるこれですね、あの某 NHK のお料理番組で、まあ、紹介されてたんですけど、ネギと厚揚げのとろみ鍋っていうものですね。家でね一回作ったんですけど、こう見えてねあのとろみがついてるんで、あの結構体温まるんですよ。ですごい美味しいんで、今回ですね、キャンプで作ってます。で、今飲んでるねこの焼酎なんですけど、まあ、私がね芋焼酎ですごい好きな焼酎で、漢字一文字で海って書く、まあ、焼酎があるんですけど、その海を出してる、大海酒造からですね、こちらです。本格芋焼酎クジラ。
今日はこれをですね、飲んでます。なんていうか、芋焼酎の中でも非常にこうまろやかな感じの、湯割りにしたらすごい美味しい芋焼酎です。この鍋とすごい合いますね。美味しいです。ただいまの時刻21時17分、外気温マイナス 5.3 度、幕内マイナス 1.3 度です。思ったより冷え込まないですね。で、ですね、まあさっきのとろみ鍋 もう全部食べ終わって、もう片付けも終わって寝床の準備もできたんでね、まああとは寝るだけっていう、状態を作れてます。今までのキャンプではね、ありえないぐらい早い、時間でここまで持ってこれたんでね、まあ良かったです。まああとはですね、薪ストーブで、ちょびちょびと、火遊びをして、もう今日はですね早めに寝ようかなと思います。まあ雪も降ってますんで、あんまりヘベレケになるまで飲むのはねちょっと良くないと思うんで、と言ってもですね、ちょっとまだ早すぎるんで、一品出そうかな。これですね、セブンイレブンで買ってきた、炙りからし明太子、これをいただきたいと思います。さすがにやっぱこのまま食うのはねちょっと絵的によろしくないんで、100均のお皿で並べて食べようと思います。今日でね、雪中キャンプ、まあ2回目になるんですけど、自分はですね、ソロでキャンプを始めようと思ったのが、この雪中キャンプがしたくてソロでキャンプを始めたっていうのが、ちょっとあるんですよ。そのキャンプを始めた理由の一つではあるんですけど、いいですね、本当。本当この雰囲気というか、異世界にね、本当非現実を味わいに来てるっていう感覚がすごいあるんで、いいです。ただ雪中ってやっぱいろいろ難しい部分もあって、前回やった時なんかもう全然四苦八苦でもう何もできなくってもうドタバタだったんですけど、今回はですね、まず悩んだのがこの地面ね、これ土じゃないんですよ、これ氷なんですよ。氷の上にペグを打ち付けてテントを設営してます。で、来て作る時にですね、ユニフレームのこの平べったいペグがあるんですけど、それをかなり深いところまで打って上から雪をかぶせてですね固定したんですけど、それがちょっといい方法かどうかわかんないんですけども、それしかやれることがなくって、そうやったんですけど、この雪中キャンプっていうのは本当いろいろ課題も残してくれますし、いい思い出も残してくれるんでね、これからできれば毎年やりたいかなと自分は思ってます。そういうわけでですね、時刻は21時58分、いい時間なんでね、この焼酎飲んで明太子食べ終わったらですね、テントの、雪をちょっと下ろして今日早めに寝ようと思います。そういうわけでですね、皆さん明日の朝、無事にお会いできることを祈りまして、おやすみなさい。また明日。
おはようございます。ただいまの時刻は、午前7時9分です。6時半ぐらいにね起きたんですけど、まあ寒かったんで、ゴロゴロしてました。まあ、夜はですね普通に、これで全く寒くなくね、寝ることができました。でちょっとですねテントが内側にかなり沈み込んできてますんで、まあこれからですねちょっと雪を下ろして、まあコーヒー飲んでですね軽めに朝食を食べて、撤収しようかなと思います。それでは恒例のですね朝起きて一発目の外の景色お見せしましょう。ちなみにですね今の気温幕内、マイナス 0.3 度、外気温マイナス 6.0 度です。よし、うわ、うわ、結構想像よりひどい大雪です。いきます。テントが、昨日焚き火してた、これ焚き火台なんですけど、埋まっちゃってますね。寒い。とりあえずお湯を沸かしましょう。いいか。今日のコーヒーはですね、まあ、いつも通りモンカフェですね。これと、ヨーグルトじゃなくて今日は、肉まん、これいきたいと思います。じゃあお湯が沸いたんで、これですね、肉まんセット、よいしょ、これ100均で買ってきました。最近こういうのも売ってますからね、100均便利です。
じゃあモンカフェいただきます。またあの雪が降り出してるんですけど、さっきあの除雪車来てたんですけどね、なんていうかかなり雪があるんで、撤収しても出れるかどうかが問題ですよね。まあでもとりあえず撤収して、ダメだったら場内に温泉があるんでそっち入りに行こうかなとちょっと思ってます。焚き火台ももう完全に埋まっちゃってますからね。あれ忘れないようにしないと、焚き火台忘れてちょっと痛いですからね。暑いかよっ。じゃあ肉まんいただきます。からしをね持ってこようと思ってたんですけど忘れてきましたね。ちょっと悔やまれます。いけるか、いいよ。じゃあいただきます。やっぱ寒い時に食べる肉まんって美味しいですよね。しかし本当によく降りますよね。このコーヒーのさっき飲み終えたコーヒーの中にももう雪が溜まってきてます。テーブルももうだいぶ来てるんですけど、それではですね、肉まんも食べ終わったんで、撤収に入りたいなと思います。それでは後ほど。それではあらかた片付けが済んだんで、完全に撤収する前にですね、今回の幕内をご紹介しようと思います。そう言っても大体いつもと一緒なんですけど、まずこれですね。これ小川の椅子です。前からずっと欲しかったんですけどなかなか買えずにいたんで、使えなかったんですけど、今回ですね、ちょっと買う機会があって買ってみました。座り心地はですね最高です。やっぱり寝落ち注意ですね、危険です。で他はもう本当大体一緒なんですけど、これですね。これ100均の残飯受けですかね、あれで作った自作のヒーターアタッチメントです。意味があるかないかで言ったらちょっとよくわかんないんですけど、ないよりかはマシかなっていうぐらいの軽い気持ちで使ってますね。でちなみに今回の最低気温なんですが、午前6時26分のマイナス 6.7 度が最低気温です。やっぱり雪が積もってるせいかあんまり冷え込まなかったですね。そういうわけで撤収したいと思います。ただいまの時刻10時46分です。撤収完了です。もうとりあえず車に全部詰め込んだわけなので、帰ってから相当大変だと思います。道路もこういう感じなんでね、ゆっくり安全運転で帰ろうと思います。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。